皆さん、おいっす、元気ですか。今日はですね、高遠力を、あ、高遠力関がな、いや、高遠力で大丈夫、高遠力を招いてですね、今日はね、YouTube チャンネルやっていきたいと思います。今日はですね、創作イタリアン、サトルというところなんですけど、はい、どうですか、ここは。いや、なんか場所もいいし、なんかすごい、なんか横浜って感じしますよね、この。これ目の前の馬車通りっていうの、馬車道、馬車道通りっていうの、一回来たらもうすぐ来れるよね。駅から 2,3 分で来れるしね。今度だからもうちょっとみんなで来ようかな。素晴らしい神対応だね。ありがとうございます。社長喜んじゃってるからすごい。いや本当に。高遠力も実は焼肉やってるんでね。焼肉やってるんですよ。ハッスルチャンネル。高遠力の同級生が今回のねきっかけにもなったんだけど、あの僕の柔道部のね同級生が高遠力の同級生でもらった。で同じ柔道部で中学の時の、そう、中学校の時の、あのうち九州にいた時に、うん、花畑中学っていうのがあって、でそこの同級生がそのまま福大大堀から明治に、何人かね明治に行ってる人がねいて、1年先輩であの太田さんっていうのもいたし、あんまり強くなかったけどでまあまあそのね同級生と、まあ俺はもちろん同級生だ、その大学の同級生で、まあ、そのつながりで、そう、そうよくね、その同級生、長田っていうやつなんだけど、長田がね、よくね、俺にさ、鎌刈、鎌刈っていうの、鎌刈って誰だろうって思うじゃない、最初、あのほら、相撲で、応援してくれよっつって、ずっと番付見てもさ、鎌刈ってどこにあるんだろうと思うじゃん。もう本当に米粒みたいな感じ。だけどほらね、高遠力って名前でね、あのしこ名でさ、やってくると、あリンクしたね。あ、そうなんだ。でも、小川選手はさ、中学校の時はそんなに目立ってなかったもんね。高校からやもんね。実はね、中学やってなかったんですよ。やってなかったんだ。高校からスタートした。高校から。俺は、中学校2年から柔道や始めたんですよ。で、まあ、相撲やろうと思ったんだけど、相撲やるとこはなくて、で、福岡でこう柔道、やるとこしかなかったから、それでその花畑中学っていうとこ行って、そこに長田っていう小川選手とね、あの同級生のなんかいたんですよ。それでもう一人ね、房前っていうのがね、その当時中学校で一番強かった選手がいて、それもいてね、だから中学校で柔道そんなに強くなかったし、本当にもうその房前っていうやつに、ね、1回3分で1回1回こう段取りって変わるじゃないですか、中学校は。で3分で10回以上投げられるわけよ。もし分かんないから、もう本当に。で、たった1年しか、1年半ぐらいかな、1年半ぐらいしか柔道やってないのに、4回骨折したの。今だったら問題だぞ、これ。4回骨折したの。でね、やっぱり柔道その通り、その当時一番、その福岡市で花田中学って一番強かったから、でその当時その俺も不良ではないけど、だからちょっと遊びであの福岡ボート行ってたんですよ。そしたら報道されてお前もうそんなことしたらなるしかないぞって言われて、ほんでしょうがないからもうそこ行けって言われて、でそこ行って、前もうそんな洲本になってもそんなお前フラフラしてたらすぐやめるとか言って、まあ柔道はねスタートなんですよ。やっぱ柔道って偉大でしょ。いや、お相撲さんで中学校からでお相撲さんに行くのに、昔は半分は柔道出身者。おお、多いんだ。100人、大体就職場所って言って、はいはいはい、で100人いたら、50人以上は相撲出身者で、アマチュアレスリングあったりとか、いろいろバレエやったりとかするの。もう半分以上あるんですよ、中学校で。そうか、だからある意味相撲取りになるなら一つの手段としてスタートは柔道っていうのはあったんだね。あった。ああ、そうなんだ。柔道スタートして相撲でしょ。そう、その流れは一番近く、やっぱ、ね、成功した人の、ね、話を聞いた方がいいんですよ。秋の島も柔道出身だし、それも聞いたみんな柔道、うん、柔道と相撲の違いっていうのはやっぱりこう柔道はやっぱりもうスタミナがないとダメだよね、うん、でもうちの部屋はなんかもう待ったなしだから1日1時間とか稽古させられるから、はいはいはい、スタミナがないと、あ、だからまあこう相撲まず練習がこう行き届かないというか、あ、そうか、
え、今の相撲取りはもう本当にスタミナがないよね。水入りってあんまり見ないもんね、うん、で水入りってあんまり知らないんじゃないの、あの普通の一般の人って。一般の人あんまりないですよね。あ、2分半2分いや、もう止まってからだから10分ぐらい相撲取った。10分ぐらい相撲取った。そうです、まあ、10分相撲取ったら6時の NHK 終わらないんです。番組上都合よくないです。すごい。まあでも食事の時にあれだけど、本当にあのもう苦しさを通り越えると肛門に力が入らなくなる。稽古中にね、ああ、こっちがってね、ご飯中に申し訳ないけど、稽古中に肛門の力が入らなくなって、もうだからもう全部、もうそれ以上やると力が入らなくなって、そういうふうな練習まで行く練習をすればやっぱ強くなるでしょうけど、そのぐらいはなかなかそのレベルまで行くのって難しいですよね。いやー、難しいっていうか、それ聞いたことなかったな、そんな力を最後を出すと、はい、よくね、うん、柔道の場合締め技ってあるんだけど、はい、締め技であまりこうやめずに気がつかずに深く落としちゃう場合は出ちゃうパターンがあるので、それはほら、あのね、気持ちの良さで出ちゃうわけ、はい、でもこれ、それは苦しくなって苦しくなって、もうこれ以上やったらっていうギリギリのラインでもう一押し押せとか言ってんで、市内でバンバン追い込みかけるでしょ。そうそう、市内で追い込みかけて、ただ自分の脳みそがもう本当にもう錯乱してわけわかんなくなって、あーとか言って、でそれぐらいまで行ってでぶつかっていって、それもぶつかってまだバチバチいったら君とかあと押し子出たりとか。それ高取りそれやった、それぐらいまではだから、やんなかった。いや、1回か2回ぐらいだね。すげえ。そこは、あ、これ以上やったら、これ以上やったら、だなっていう。それは何、駆け出し、それとも幕下。いや、もう、駆け出しの時にもしやったとしたら、うん、やっぱある程度、やっぱり強くなってからじゃないと、無理でしょうね。あ、で、それになったのは、ちょっとある程度。ある程度先、なって、もう本当に、あ、こいつは強くなりそうだなって思う時に、こうもう1時間とかそういうぶつかり稽古ずっと1時間それもう毎日バチバチってほんで息ができなくなったら砂をこう口に入れられたりとか塩を口に入れられたりして、うん、そういうのを繰り返して、うん、そしたらやっぱりこう精神的に強くなるというか、だって土俵1個しかないのにさ1時間占領するんでしょ。そうそう、えぐいなそれは。周りで見てる人ってどうすればいいんだろう、ね、ずっとこうやって見て、それがずっと四股踏んどりやとか言ってずっと四股踏んどり。ああ、そういう。柔道はそんなのあるんですか。いや、柔道はそんなのはね、それはあるよ、そのある程度。それでも、土俵と違ってさ、一組じゃないじゃん。道場全体的に何組もあるから。からそんなに、そこまで集中しては、正直目が行き届かない。そこまでは、ダッフではないよ。一押し、もう一押しで。やっぱそこは違うんじゃない、相撲と柔道の差なんじゃないかな。だってもうね、相撲って手ついたら終わりじゃん。8対2の力があったら、柔道っていうのは、まあ、ほとんど順当に勝つんですよ。8対2の力の差が、じゃあ俺が2で、小川選手が8の力があったら、まあ大体練習して、試合して、したら、2はほとんど勝つ、番狂わせっていうのはあんまりないんですよ。でも6、4とかね、そうだったらあるけど、相撲の場合、9、1でも、やっぱ滑ったら負けとか、ね、はたいてあっとってバランス崩したら負けとか、そういうのがあるから、比較的俺らみたいな弱い相撲取りでも上に勝つチャンスはある。あれだろうね、短距離なんだろうね、 100m のスタートが全てじゃん、 100m って。だから柔道はそういう考えると、どっちかというと中距離から長距離までオールラウンダーって感じ。そうです。今回じゃあ4月の29日に全日本選手権ってあるじゃないですか、はい。そしたらそれってもう本当は日本一を決める大会で、で俺もだからって見てて、小川選手と古賀がやった時に、小川で大丈夫、小川で、いや小川選手と古賀が、ね、やった時にね、日本一を決定するんだって。古賀選手はもうだから軽量級でチャンピオン でどっちが勝つんだろうとか言って自分らも楽しみに見てて、で最後何投げだっけ、足車でバーンって勝ったのを覚えて、あ、やっぱ重量級はやっぱ強いなっていうのは、まあまあね、うん、体重別っていうのはそこから来てるから、うん、昔はね無差別っていうのはほとんど相撲と同じように無差別だったんだけど、うん、やっぱ小さい人も柔道普及考えたら、あの大会だけだよね。そう、もう無差別、軽い人間も大きい人間も両方できるのね。
あそこで勝つのは本当は一番強いんだろうけど、普通はでもあの大会で勝ったらオリンピック出れたりとかしてたんじゃないの、昔は。あの昔はそれがほとんど、俺の時代まではそうだけど、その後からなんか考え方が変わって。ねえ、やっぱ重力5を制するって言ってね、小さいやつでも大きいやつを倒せるっていう醍醐味があるからね、やっぱ柔道には、ね、そう、今年からね、また柔道 の、 その全日本選手権に限っては、ルールが変更ちょっとなって、まあ、判定というのが生まれたりとか、うん、そういうルールなんだけど、今年はね。うん、だけど、まあ、本来その判定とかあったから、うまくその勝つ見込みが少しでもあったんだけど、今完全に、うん、完全勝負になっちゃったから、うん、だからそこはちょっと軽量級厳しいところなんじゃないのかなと思って。軽量級のその効果が決勝まで行ったっていうこと自体もすごかったけどね。あ、やっぱさすがやっぱ柔道の醍醐味だなと思いながら見てて。だから今のルールだと、国際ルールだと、まあほぼほぼそれが難しくなったっていうのがあって、で結局オリンピックとか世界選手権優勝した人が出る権利はもらって出るんだけど、うん、やっぱり、うん、勝てないって、ね、それはあの俺としてはあまり軽量級はちょっと参加することに意義があるってね、うん、出ることに意義あるっていうことでやるんだけど、まあ、柔道たるもの、あの全日本選手権のね、うん、舞台に上がるのは夢でっていうね、オリンピック金メダル取ってもそう思う場所なんだけど、結局出たら、うん、やっぱお客さんはね、見に来たお客さんは、お客さんっていうか観客はね、期待したわけじゃない。もしかしたら喜ぶよね、うん、楽しい、見てて楽しいよ ね、うん、そう、やっぱやられちゃうわけ、うん、結局はやられちゃうんだけど、うん、その時のあの皆さんのこのため息感っていうの、うん、あ、そのくらいそういう目で見てんだなと思うけど、あ、まあ、俺らね、専門の方にしてみれば、うん、まあそうだよなっていう話で、体重でしょ、やっぱ体重がやっぱ違うとどうしてもね、やっぱ馬力も違うし全然違うからね。だからやっぱ稽古場でだから前のみと自分が50万やったら50勝0敗で、まあほとんど俺が勝つわけじゃないですか、うん、稽古場で。でも本場所行ったら分かんないっていうところにやっぱりこう醍醐味があったんでね。だからその滑って転んで負けるとか、土俵って4メートル55センチしかないから、さっき言ったようにあの短距離走みたいな、ね、うん、ちょっと一回だからその立ち合い失敗したら負けるとかね。だから精神的そのあれが強いから、だからみんな嫌で八百長に走るとかね、ちょっとあんまりそこに出さない方がいいのか分かんないけど、うん、それで八百長に走るとかね、それになっちゃうわけですよ。もう、まあ、さっきね、事前にそんな話もちょっとしてた中で、八百長って、ほら、どこ、何が八百長かって、俺よく見てて、ね、分からん、よくそうね、あの、見方がおかしいのかもしれないけどさ、八百長ってどこが八百長なのかなって、普通の人には分からないわけじゃない。で、全力でやれっていうのがあるんだけど、結局、それぞれの力士って目標を持って、毎場所毎場所やってるわけじゃない。毎場所俺は優勝するんだっていうのは、多分、横綱は多分当然、横綱大関はね、大関はあの辺はもう優勝が大前提の、それは分かるの、うん、だけどさ、そのこの間平幕で優勝し、たまたまね、初めての新入幕で優勝した力士が生まれてたけど、ね、は今まで歴史上初めての話じゃない。初めて、もう110年ぶり、うん、ぶりってやつでしょ、うん、でもさ、それの110年の間に、うん、毎回その下のね、うん、新入幕で優勝します、優勝目指すってそれはちょっと無理があるじゃない。やっぱ力も違うしね、うん、だから目標があると思うの、うん、今回勝ち越しだけでもいいよねとか、うん、思うじゃない。いや、そういう人は結構いますよね。いるでしょ。いるです。だからそういう人って、はい、この人であって無理して怪我したら、はい、その後要するにトータル15日間という中で考えると、ここは別に力出さなくてもいいんじゃないとかいうのが生まれるんじゃないのと思ったんです。俺はそれでもいいと思うの。そのほら、栃東っていう相撲取りがいたんだけど、はいはい、全く同じような考えのやつがいたんだよ。だからこういう高遠力に顔を張られるぐらいだったら立ち合いはたいて勝った方がいいんじゃないみたいなのがあって、あ、もうそのぶつからずに、ね、ぶつからずにうまくごまかせればそっちの方がいいじゃないみたいなところで、うん、でこうはたいてきたり、それ15日間のトータルの一番だからっていうような感覚のやつもいれば、うん、いや、一日一番、こう、もう完全燃焼だっていうやつもいれば、うん、まあ、いろいろいるからね、うん。こればっかりは一概には言えないんですけど、うん、でもやっぱ、お客さんとしたら、その一日一番を楽しみに見に来てるわけだから、うん、やっぱ一日一番をやっぱり真剣に取ってほしいっていうのが、本音じゃないですか、ね。まあ、そうだね。うん、だから、ね、結局、そういう中で、力が出せなかったとか出すっていうふうに言われちゃうとなんかかわいそうだなと思って、プロなんだから。でやっぱ相撲取りってやっぱ俺思うんだけど、やっぱ相撲を取ることが相撲取りじゃない、
それがその一番無理したことによって相撲取れなくなったら、まあそれが今よくある怪我が多いって、うんうんうん、でもその柔道と相撲の違いっていうのは、うん、もう本当に1秒で決まる場合もあれば、うん、3分かかる場合もあるし、その中で15日間トータルして相撲を取る、そこで、まあ、柔道だったらもうその何月何日に大会があって、そこに最高の自分のパフォーマンスできる力を持っていくじゃないですか、うん、相撲の場合はもう15日間だから、本当15日間あったら3番か4番あれとか言って、こんなに弱いやつなんでこれ勝てねえんだろうなとかいう時あるんですよ、うん、それは人間だからね、はい、15日間それは、ね、ピークを持っていくの難しいと思うし、難しいですよ、ね、だからそういうのを、うん、なんていうの、ほら俺相撲のプロじゃないからね、ただ単にファンとして見てるだけなんだけど、やっぱ専門としてはそれを無気力相撲とかよくあるじゃない、その話題になるじゃない、今回 ね、 そ、 うですね、それが八百長なんじゃないかとかさ、そこまで なるわけじゃん、なんかそれって俺なんか見てると、はい、なんでそんな問題にするんだろうと思うわけ、はい、あの別にいいじゃんって、ああそういうこと、こっち派なの別にいいじゃん、どっちでもって、うん、ああそういうことですね、うん、そうそう、それをなんかみんなね、うん、その何、まあ、いわゆる針の穴を通すような天皇をなんかすごい大きくしたがるじゃない、うん、それ何なんだろうと思って、だからこう無気力相撲と、なんかお金もらってね、じゃあ今日ちょっと頼むよとか言って、今日前に勝てねえからちょっと100万で譲ってくれよとか言って言って、それでこう勝つと俺はどうかなと思うんだよね、うん、実際あったろそんなの、そうだってちょっと100万で勝たせてくれよとか言って言っ て、うん、言ってね、俺はだから将来の相撲のためにはそれは絶対良くないと思ったから、うん、ね、ギャンブルはむちゃくちゃするのにそこだけはね、うん、やんなかったんですよ、あそうか、なかなか強かったからね、やっぱでも強いやつに、うん、いや全然だってもう相性が悪くて、うん、じゃあ30回やって、だから自分が大川が29回勝って俺1回しか勝てなかったりする、よく対戦があるよね、そうそう、こう相性が悪いとかいいとかあるから、あるんだやっぱ、うん、その時にじゃあ勝てないからごめんちょっと100万で勝たせてよとか言ったらいいよって言ったら、それでそれ実際さ、それってどういう、え、まあ、昔はほら携帯ってまだ普及してなかったでしょ、うん、それってそういう話ってどこでするの、だからそれはだからこう付き人が、付き人同士で行って伝令させるんだ、伝令させて、電車バト、電車バトがいるんだ、すげえ、それはえぐい話だ、えぐいでしょ、だからそれはだからやっぱお客さんとしたらお金出して見てるし、うん、スポーツと見たらそれはアウトだよっていうこと、うん、いや実際あったらね、うん、いやそういうの俺今ほら見て、あそうなんだって、それはアウトじゃないですか。あ、まあ、だから、まあ、それは別に力が出なくて負けても、なければこれ、力が出ないで負けたんだなと思えば、もうこれはしょうがないことじゃないですか。だから15日間トータルで、だから13番とか14番とか勝てたけど、そんな15番も連続なんか勝てるようなことは、なかなかやっぱ神業じゃないと。難しいよね。難しいと思うんですよ。だって俺みたいにこう横綱食ったら金星で、金になると思ったらみんな、ね、金星だもんね。あ、金星ってずっともらえるんでしょ、関取の間は。関取の間は辞めるまでもらえるんです、ずっと、給料についてくるでしょ、毎場所4万円4万ぐらいついてくる、大きいね、だから20歳でもらったらずっと35までずっと4万円もらえる、4万円、わーすげえ、1回勝ったでしょ、1回勝ったら4万円で、10回勝てば40万円毎場所もらえる、はあ、10回って金星横綱に12、あ、横綱10回勝った、10回勝てばいいんだ。10回勝てば毎月。勝てばいいんだって難しいもん、ね。給料は40万円。40万もらえる。もらえる。給料でしょ、給料っていうか、一場所ね。一場所。年6回。で、結構、だから11勝4敗だと、その1番に対して50銭もらえるから、それがどん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 増えていくんですよ。で、幕内全勝優勝したら、こう50円もらえるとか。あ、それが積み重なって、だから、もうすごいよね。そう、だから横綱の、30回ぐらい優勝した人は、給金って言って1000円とか1500円とかもらえるんですけど、はい、それにかける4000倍してくれるんですよ。え、白鵬なんかすごかったんじゃない、そう。4000倍。全勝優勝も多かったよ。そう。やばいじゃん。そう。だから、一場所、ね、5、600万円とかもっとあったんかなと。え、だって優勝賞金、まあ昔は500万だったけど、今1000万だったけど。1000万。そんなもらえるの、その他にもらえる。だから毎場所、その、持ち給金っていうのがあって、はい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 、で、まあ、一番最初新入幕が上がったら持ち給金は何十円とかいうのからスタートして、はい、でどんどん勝っていったら
あの持ち球筋も上がっていくと。持ち球筋は下がることはないですから。高時はいつもどんくらいまでもらったの？自分は大体100万ぐらいもらってました。持ち球筋で？持ち球筋。金星もあるで。金星も全部入れて、持ち球筋で大体給料の他に100万ぐらい、うん。すごいね、それ。えぐい話だな、それは。でもやっぱ、さすがにね、土俵だからね。土俵の働けるっていう言い方だけど、その時の年数考えたら、まあ、ね、安いもんだ。安い、まあ安いって言い方したらあれなのかもしれないけど、安いと思うなと思うけど、安いです。だって、ね、白鵬の場合5、600万って、白鵬しかいないからね。そう。あんな長い歴史の中で。そうです。うん、まあ、特別45回も優勝したらね。でも、まあ自分が、その相撲が、だから、こう、ね、10億、20億の給料にするためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりこう、映像の権利を、やっぱ世界に発信するとか、あと、相撲くじだよね。相撲くじで、やっぱりもらって、で、横綱の給料、横綱の優勝した給料が、20億か30億になったら、みんなそっちに行くよね。だって柔道でもう、じゃあ、小川選手がさ、柔道チャンピオンで、で、多分相撲行ってても絶対上に行ってたと思うんですよね。横綱の次行ってたと思う。けど、それになった時に、じゃあ、給料が年収20億あったら、そっちに行ってみようかなと思う気持ちにもなるでしょ。いやいや、もうなりますよ。なるでしょ。だからそれが、これから目指すことじゃないかなと思うんですよね。だから相撲っていうのは世界でも1個しかないわけだから、それをうまくこう、世界に向けて発信してね、やっていったらもっと面白い、もっと相撲とになりたいってやつが増えるかなっていう気持ちがあるから、そうなったら、八百長はやっぱない方が、俺はいいと思うんですよね。うん、それになると、おそらく海外からワンサが来ると思うね。そうです。だからね、その、それ国に日本人何人残れるんだろう。いや、多分70億今人口がいるから、うん、幕内に一人ぐらいしか多分残れないかなと。日本人が。現に今モンゴルがほとんど占めてるじゃない。で、たまに外人がちらほらいる中で。もっとすごいのは、西アフリカだっけ？西アフリカにセネガル相撲っていうのがあるの。セネガル相撲、はい。みんな2メートル何センチの腹筋が6つに割れてるような人間で、もうそんなもう足がこんな太くて、うん、ほんでもうそういう奴らが、もし日本の相撲に殴り込みかけてきたら、ちょっとやっぱ太刀打ちできないよね。見たらびっくりしたもん。今の話こんな奴。親方取り行くんじゃないみんな。はい。その相撲って。セネガルね。セネガルまで。だから、すっごい、その怪物みたいなのがいっぱいいるのよ。セネガル行ったら。そういう意味では柔道界っていうお金事情はどうなんですか？柔道はほら、もともと国別の。ものがあって、要するにそこでやってて、今日本柔道はなんとかね、食いとどまって頑張ってるけど、でやっぱり日本の選手が軽量級が勝てるのは、ある意味、あのくらいのサイズの選手ってほとんどサッカーとか、そっちに流れてんじゃないかなっていう見方をしてるね。ただまあ、ロシアっていうのは、今の言う、なんていうの、その、国が柔道を推奨してるじゃない。で、流れで柔道が今強く保ってるんだけど、やっぱフランスもいくら柔道人口が多いってなんだって言ったって、やっぱサッカーが人気があるから、自転車とかね、やっぱプロスポーツがどっちかというとそっちの方が稼げるから、だから結局主流の選手はそっちに流れちゃう。でやっぱでかい選手はでかい選手でアメリカに流れちゃうよ。バスケットとか野球とか、むしろそっちに行っちゃうんだよね。だから柔道ってのは若干そういう意味では今人気がこういまいちなところがあるんだけど、それでもやっぱり人気はヨーロッパはあるからね。で一番危惧してるのはその日本がだん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 こうやる子が減ってくるっていうのが今の現状だから、長い目で見るとちょっとやばいなって気がするよね。ハッスル、ハッスル。相撲とかだったら、横綱になったら年収がどれぐらいとか、うん、そうね、出るじゃないですか。柔道だけって見るとそういう、どこの段で行ったから年収がどれぐらいとか、そういうのはあんまりない。柔道は基本、ほら、アマチュアで位置づけられてるから、まあ、そこはそこでね、見方としてればいいね。要するに柔道だけっていうわけじゃなく、要するにその柔道っていうのはその将来的にそういうどこの行ってもビジネスマンとしても何やっても柔道がベースにあって人間として成長するっていう意味の位置づけだから違うんだよ、ちょっとプロとね考え方がね。だからプロフェッショナルの考えだったら柔道はちょっとある意味高取り機みたいに俺は将来何になるから柔道やるんだ。フランスもその考え方が小学校の時まで柔道一斉やらして、で
それとなって自分の選択を選びなさいっていう。柔道も本来はそうしなきゃいけないんだけど、うん、なかなかそこを明確に出せないっていうのがあるのかな。だから俺は逆にそっちの意図をちっちゃな頃で選ばしてあげたわ。だから前ね、高校でだからいい選手、まあだから大体中学校で俺中学校の時は相撲部ってあんまりなかったわけですよ。でも福岡市って中学校が全部で50校あったんですよ。50校あったのに50校とも柔道部があったわけですよ、その当時は。であと地方にこうなんとか道場とか結構50校ぐらいあったわけですよ、福岡県にね。だからすごい柔道人口っていうのはもうすごいいたんですよ。もちろん柔道九州ね、九州っていうか柔道で九州でね、もう柔道すごいこうものすごい盛んだったわけですよ。で今それぐらい盛んかって言ったら、まあその当時に比べたらもう5分の1ぐらい、間違いなくそのぐらい減ってね、その当時。だからそこはやっぱもうそのやっぱ指導者の、まあ、俺らも含めてね、相撲もそうだし、指導者の営業努力が足らない。一生懸命こう若い子を指導するっていうのを教えてるけれども、所詮だってそこまで底辺広がってないもんね。だからね、うん、一つとしては全員世界チャンピオンさせようとするわけ、考え方ですよ。無理じゃない。無理。それはだって一人しかなれないんだから。そう。あと、だって、極論言えば、4年に1回のオリンピックは、男女合わせて14人しか代表になれないでしょ。たった14人だからね。うん、男女合わせて、その階級があるわけだから。うん、だから、まあ、そう考えると、あんまり割がいいものではないから、むしろ、そうじゃないんだよって言って、それぞれね、うん、さっき言っていろんなこう相撲を送ったり、うん、お前身長高いからバスケ行った方がいいんじゃないかとか。いや、それでも柔道好きだ、それでもいいと思う。いや本当にこの前もこう柔道に向いてる人、こう相撲に向いてる人ってあるじゃないですか、うん、だってこの人絶対柔道に向いてなくて相撲に向いてるなっていう人が多分柔道やってる人間でいっぱいいるんですよ。そういうの見て分かるんですか？分かる分かる。あ、このやっぱ柔道っていうのはやっぱりこう2ステップなんで、その技のキレが早い人間の方が絶対、相撲っていうのは1ステップでしょ、全部押し、もう全部ワンステップ。柔道っていうのはワンステップ、ツーステップでしょ。だからツーステップのスピードが速ければ速いほど柔道っていうのはキレがあるから。からそれが、だからできない人っていうのはいるわけですよ。体は柔らかいけど瞬発力がないとかね。いるでしょ。いる。だそういう子は、体は柔らかいけど瞬発力ないなっていう子は、やっぱちょっと相撲に向いた方がいいんじゃないかな。柔らかいからとか、そっちに向けると体でかいけど、柔道じゃちょっと向いてないな。お母さんの他のスポーツ見て、この子絶対柔道やって向いてるのやとか思うんですか？いや、思うんだけど、それはほら、柔道も通用すれば、いろんなとこ通用できるの。要するに共通するわけよ。だから そこはね、あんまり、そっち行った方がいいんじゃないのっていう意見、俺はね。うん、ただ、ほら、好きになものを一番本人がやるのが一番いいから、むしろ伸びるし。ただ、本当にね、相撲、もし今見てて相撲やりたいっていう子が、入り口が分かんないよね。どうすればいいんだって。だその中でもし相撲をなんていうの選んでくれるんなら、じゃあまずは柔道やっておいでって言ってくれるとね、ありがたいじゃん。うん、応援もできるじゃん、柔道やってて。でむしろね、相撲を目指そうっても、いや相撲は無理だから柔道やりなとか、あっち行きなとか、それも、ね、一つの手なんだよね。でもどうしてもね、柔道の指導者って抱え込みたがるみんな、うん、離さねえぞみたいな。おめえは柔道に一回足入れたんだからもう抜けさせねえぞみたいな、そんな雰囲気があるわけよ、うん、そうじゃなくてね、もっとこういろんな、なんていうの、その道をね選べるようにしてあげるのがねいいんじゃねえのかなと思って。それは本当大事なことだよね、本当ね。今日踊るが強かったよ、やっぱ人間じゃない動きしてるね、もう10年若かったかなっていう気持ちはあったんです。プロレスはやれって言われて、やれって言われて、やれ佐山さんがきっかけでやったわけ。そうそうそう。あ、そうなんだ。そうで、やる相手はって言ったらもう大仁田選手しかいないなと思って、最初は有志鉄線で行こうとか言って、最初わざとこうやって曲げとくからとか言って言ったらいきなりこうでパッと見たら尖ってんじゃんみたいなので大仁田選手って